はい、投資でストレスフリーライブちゃんです。今日も仮想通貨と株式の方のねレポートをしていきたいと思います。今日は3月12日今14時12分から音声収録をしています。どうもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日は仮想通貨のですねNEM スナップショット当日ということで、今ちょっとチャートの方をね、皆様にお見せしたいと思います。このような形になって一気にですねちょっとここからダダダダと下がってきて、今価格の方がですね49円がちょっと落ち着いてきたかなというところになってきています。まあ一旦はね 46.5 円ぐらいまでちょっと下落したんですかね。それから少し戻してきてというところで、まあ思ったより小幅な感じで済むのかなというところはあるんですけども、実際これからですね今仮想通貨のコインチェックの取引所ではおそらく個人の方の売買っていうのが停止されていると思いますので、その解除されてからですねそこからまた下落ってことが結構考えられるんじゃないかなと思いますので、まあ、49円で例えばその購入再開となって、まあ、購入売却の再開になった時にはそこからまたさらなるね下落というのがまあ、考えられるわけで、そこがちょっと一番ね心配されるところかなと思われます。今は、ですからこちらの価格になっています。40ちょっと見づらいかもしれませんが、こういう、まあ、チャート形状なんですね。かなりまあ一旦下落してきたというこ、まあ、皆さん織り込み済みだったと思うんですけども、まあ、そういう形になっています。で今日仮想通貨のマーケットの方はですね、まあビットコイン以外も618万円ぐらいですかね。で 2% ぐらい上昇しています。というイーサリアムが 1% 上昇19万7千円ぐらい。他もまあ小動きですね、そんなに動きが、ありません。ライトコインが少しね、まあ、今日強いコインを上げるとするとライトコインかなと、個人的には思っています。 6% 上昇の2万2890円ということで、ライトコインのチャートはこんな感じですね。ちょっと見づらいかもしれないですけど、まあ見方が上がっているという感じになっています。まあ、今日はNEMのねやっぱスナップショットの方でありますので、まあちょっと混乱もね起きるかなと思ったんですが、今のところは比較的予想以上の安定した相場マーケットの状況となっておりますね。でちょっと株式の方もね見ていきたいと思います。少々お待ちください。株式の方もですね昨日と同じような動きになってきているような気がします。まあ、上がってるもの下がってるものもなんか昨日とね結構同じようなものが多いかなと思いますので、ちょっとチェックしながらということで見てみたいと思います。はい、今ですね日経平均株価今日も高いですね。472円高ですかね今、29,683円、かなり強いですね。ニューヨークダウンも、188ドル高ということで言いますので、この辺はかなりね買われているのというところかなと思います。ビックス指数の方も低下で株価低、堅調で市場心理が一段と改善という形になっていますね。まあ、かなり、上がっているものも出てきているなというところかなと思います。昨日と本当に上がっているもの下がっているものがね結構同じような感じで、あとこう、まあ、デイトレやっているような方でしたらちょっとこうなんていうんですかね、少し間を置いてね待ったりするとちょっと買いづら買い物ができなくなったりというような感じになっているので、ちょっとこうデイトレの方は少しやりづらいのかなというね感じは相場としてはあるのかもしれないですけどね。なかなかこう下がってこないので、うん、ちょっとこうデイトレ向きではないような感じの展開にも見えないことはない。まあ、ただ買えばまあ上がるということもあり得るので、まあ、その辺はですね、まあ、タイミング次第かなと思いますが、まあ、相場の全体の違いとしてはかなり良さげというかかなりいいと思いますので、まあ、この辺は、まあ、ちょっとねデイトレの方もまあなかなかやりやすいのかなっていうところもあるのかもしれないですね。まあ、概ね今日も堅調、株式の方はかなり強い上昇、仮想通貨の方はちょっとNEMのねスナップショットの展開待ちといったところなんですけども、まあ、仮想通貨の方もかなり上がってきた上でのそういう状況ですから、まあ、かなりしっかりしたねマーケットの展開になっていると思われます。ということでね、今回のちょっと、今日のマーケットレポート、以上となります。今日は、3月12日金曜日ですね。皆さん、今日は金曜日ですが素敵なね週末をお過ごしくださいということで、最後までねご視聴いただきありがとうございました。よろしければね更新に興味ある方ぜひ、今後の動画など上げていきたいと思いますので、ぜひ、グッドボタン、あとは
チャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。